池永武氏は、日本の教育者、美術品収集派。旧姓、井上、号は、南蛮道。神戸市文書館神戸市出生京都帝国大学卒業後、池町通りの養子となり池町生に改正。はじめ義曲を書いた。育英商業学校の校長を務めるから、南蛮美術の収集を行い。 1940年、池町美術館を開館したが、選局の悪化から、同美術館は1944年に閉鎖された。戦後の1951年、戦災を免れた美術館の建物とコレクションを神戸市に寄贈した。これを元に開館した、市立神戸美術館は後に統合され、神戸市立博物館の中核となった。 小川安一郎設計のアールデコ建築は神戸市文書館として使用されている。植物学者である牧野富太郎の研究を経済面で支援したことでも知られる。谷崎淳一郎とも交友があった。牧野富太郎は1916年12月生活区から収集した植物標本10万点を海外の研究所に売ることを決断する。 富太郎の窮状を知った、渡辺中吾は、東京朝日新聞に、徳学者の困窮を顧みず、国家的資料が流出することがあれば国辱であるとの、記事を書き、大阪朝日新聞がこれを転載した。記事は、反響を呼び、神戸から二人の特殊化が現れた。数とは、久原久之助、もう一人が、当時20歳で、京都帝国大学在学中の者であった。 12月21日、富太郎は、ジュエイジップ人と共に、神戸に向かう。もは父、通りの遺産の中から3万円で標本を買い取り、改めて富太郎に寄贈しようと申し出た。感激した富太郎はこの申し出をこじ、標本は、通が建てた池町会館に所蔵されることになり、会館は、池町植物研究所と解消される。これで富太郎は、 困窮時代の危機を脱することになる。また、猛は富太郎にその後も研究費を援助する。生涯に3回結婚。最初の妻、マサエは、荒木村重の末裔と言われる家系の出身でもうとの間に三子を設けたが、次男出産時に体調を崩しし別。2番目の妻、風子は、淀川長春の姉。結婚2年目に、富子が家出して離婚。 三番目の妻、都子との間に西。長男は、節南大学教授だった、倫理学者、池町長。三男に、カトリック大阪大司教区第七大大司教を、務めた、池永淳。ありがとうございます。